ショパンピアノ・ソナタ第1番派単調作品4はフレデリック・ショパンがワルシャワ音楽院在籍時の1828年に作曲したピアノ・ソナタ。この作品はショパンがソナタ形式の学習のため死のヨゼフ・エルスナーの指導のもとに書いたものであるがショパンは出版の意欲を示しており曲をエルスナーに検定している。曲は完成後作品3として 出版の準備がされたが、まだ、ショパンの知名度が低かったこともあり、交渉先であった、ウィーンの出版業者ハスリンガーは乗り気でなく、出版されなかった。このため、チェロとピアノのための女装と華麗なる、ポロネーズが1833年に作品3として出版され、このソナタは作品4に回されることになった。ずっと後年にハスリンガーは出版の意向を示し、ショパンに、 公正の依頼を申し出たが、今度はショパンが返事しなかった。ショパンは、ハスリンガーから、無限な扱いを受けたことを忘れておらず、1841年9月12日付の、ユリアン・フォンタナ宛ての手紙で、ハスリンガーは、愚かな奴だ。彼が今印刷したがっている、いや、もう印刷して出版したいと言ってきているのは、12年前ウィーンで、彼に、ただでやったものだ。 どうすればそんな奴が好きになれると思う返事は書かないよ。もし書くとしたら君にも読んでもらえる洋風をせず君に送るが強気に出るつもりでいると述べている。結局世紀に出版されたのはショパン死後の1851年であった。今日では滅多に演奏されることがなく、そなた全集にも組み入れられないのが一般的だが、 ショパン全集の音源を誇る、ウラディーミル・アシュケナージなどが録音を残している。この作品自体は、中作とみなされ、上調で、主題対比や展開が弱いと批判されることが多い。だが、作曲家の小林秀夫は、ピアノ競争曲、第2番の次編版の解説の中で、この曲の特徴は、ベートーベンらのようなドイツ古典派のソナタとは違った、ショパン独自の展開手法にある。 と従来の批判に対して反駁しており、作風の変遷を知る上で重要な曲だと指摘している。9、9、間、9の4楽章形式で、あとの2番と3番も同様である。2010年度の第16回ショパン国際ピアノコンクールより、従来の第2番や第3番に加えこの曲も追加されたが、この曲を選択したピアニストはいなかった。ありがとうございます。